アーミン・マーバ・ヌーザレーは、アメリカ合衆国バージニア州アレクサンドリア出身の男性元フィギュアスケート選手。イラン系アメリカ人。ISU ジュニアグランプリに参戦した2007から2008年、および2008から2009年シーズンに、ISU ジュニアグランプリファイナルを含む出場6、大会すべてで表彰台に上った。バージニア州アレクサンドリアに生まれ6歳でスケートを始める。 2006から2007年シーズンの全米選手権、ノービスクラスで優勝し、翌2007から2008年シーズンから ISU ジュニアグランプリに参戦。初戦の JGP レイクプラシットで、いきなり優勝。2戦目の JGP クロアチア杯でも3位となり、JGP ファイナルへ進出、自己最高得点を大きく更新し3位となる。続く2008から2009年シーズンの、 ISU ジュニアグランプリでも表彰台に立ち2位となったファイナルでは200点に迫るスコアを記録2009から2010年シーズンには ISU グランプリシリーズに大会に出場した2010から2011年シーズンのグランプリシリーズではスケートアメリカに出場し3位シニアのグランプリシリーズで初めてメダルを獲得した二千十二年の全米選手権では四位となり 初のメダルを獲得した。2012から2013シーズン、エヴァン・ライサチェックに代わり、スケートアメリカに出場して7位。全米選手権では、足首の捻挫の影響もあり13位に止まった。2013年6月3日、引退を発表。引退後は、コンピュータサイエンスの勉強をしていく。ありがとうございます。